なんだこのガキ。俺はバトルシティ運営委員長海馬木馬だ。大会においてのトラブルを速やかに解決するのが現場責任者である俺の役目だぜ。俺のルールに口出しするんじゃねえ。ルールを守れない奴にデュエリストの資格なんかない。寂しいデュエリスト。なんだと。Tさま、海馬生徒。俺の弟を侮辱することは海馬コーポレーションを侮辱するに等しい。それなりの覚悟はあるんだろうな。どういうことだよ。すげえぜ。これ全部レアカードじゃねえか。たった今お前にデュエルを申し込む。ただしそのケースのカードを使いお前のぬるいデッキを強化するのが条件だ。後悔すんなよ。あんたのレアカードのおかげで最強のデッキが組めたぜ。カードは力だ。